暇だな。かよこも定時で取ったとかやってこいよな。あ、かよこ、おっせえよ。なんだバンプかよ。うるせえ。なんだとはなんだとはなんだ。対決は明日だろ。あ、プラモデル。おお、好き好き、持ってこいよ。俺意外と手先器用だぜ。持ってきました。でかいよ。またにかけたストーリー、地球の平和を守るためにまた今日も一人6畳まで腕立てストレッチ。また奴らが連中が今日もやってきた。連絡もなしに5分遅刻でやってきた。社会人の心へ教えてやるぜ。究極形態ファイヤーバード本当のところは内気なヒーロー From me to you 近づきたいけど君は眩しい太陽。奴には拳を君には腹を幸せを力を込めて今日も戦う。天体天体戦士サンレッド。プラモデモ。はっ、レッドさんもこんな大きいの作ったことないでしょう。ん、なんでこんなとこにテープ貼ったんだ。あ、それはこれがフロシャイム脅威のメカニズムで、これを俺に組み立てろと。はい。組み立てようとした後あるじゃん。ええ。諦めてうちに持ってきてるじゃん。私、料理は得意なんですけど、こういうの苦手なんですよね。苦手なんですよね、じゃねえだろ。あ、アントキラー君みたいですね。あ、いえ。大体お前のところ、若いのいいんだろ。プラも得意そうな戦闘員とか。それが本部に研修に行ってまして、怪人もバイトやらなんやらで大座くんしかいなくて、はあ、もう頼れるのはレッドさんだけなんです。そこが間違ってんだ。だって困った人を助けるのが正義の味方じゃないですか。困った人であって困った悪の組織じゃねえんだよ。それにお前の理屈だとな、正義の味方はトイレの目詰まりやら道案内までしなきゃなんねえんだろ。だって前にレッドさんアジトのブレーカー直してくれたじゃないですか。だからそこが間違ってるって言ってんだよ。お願いします、明日のレッドさんとの対決に間に合わせたいんです。お前は誰に言ってんだ。電気回路をカセット式で差し込むだけなんで本当簡単なんですよ。じゃあてめえらで組み立てろよ。大座くん、それくれる。乗れそれ。違う、それ10番5番のやつ。5番。帰れよ。帰ってやれ。もう時間がないんです。明日の対決でこのロボットとレッドさんが戦ったレポートを本部に提出しなきゃならないんです。どうしても作らなきゃならないんです。知るか。帰る。かよこさんが帰れって言うなら帰ります。こいつ。ただいま。バンプさん、本当にご飯いいの？いい、ありがとう。かよこさん、手伝ってあげたら。なんで俺を抹殺するロボットを俺が作らなきゃなんねんだよ。それ上下反対に入れてんだよ。それによ、設計図見たけどでかいだけで普通のプラモ作るのと変わんねんだろ。作れねえやつが悪いって。あー、もう本部もなんでできたの送ってくれないの。おうおう、本部批判かよ。私が分かれば手伝ってあげるのにね。かよこさんはお仕事でお疲れなんですから休んでてください。そうやって苦労してる姿を見せれば俺の気持ちが動くと思ったら大きな間違いだからな。じゃあバンプさん、朝早いから私休ませてもらうわね。あ、おやすみなさい。本当に手伝ってあげなくていいの？寝てるし起きろから。あれ、
合わない。パーツが、パーツが。コバン、コバン、コバン。あ、私寝ちゃった。タオルケット。ああ、本当にもう優しいんだから。バカ、バンプいるんだぞ、自分の布団に戻れよ。すごい、寝てる間に靴を作ってくれる妖精の童話みたい。のんきなこと言いやがって。うまマザーラーだ。ね、ねえ、レッドさんなんでしょ、作ってくれたの。せえな、他に誰がいいんだよ。正義の味方さ、おかわりは。俺眠いからよ、対決今からにしろよ。終わったら帰ってまた寝るから。はい、あ、でも今日で永遠の眠りにつくかもしれませんよ。こいつの頭の中一度開けて見てみたいよ。あれ、そう、なんだよ。あれ、おかしいな、スイッチ入れてるのに。なんだよ、組み立て完璧だぞ。回路が悪いんだろ、回路が。ちょっと見せてみろよ。お願いします。バンプ様。1号くん、2号くん、携帯の留守電聞いた？はい、アジトに寄らずに直接来ました。なので頼まれた槍と盾持ってこれなくて。あの、対決終わっちゃいました。あ、まだまだ、今ロボットの調子が悪いからレッドさんに見てもらってるとこ。なんだよ、配線逆じゃねえか。あ、わかりました、原因。何か電気回路は差し込むだけだよ、適当な仕事しやがって。これでよし。じゃあ今度こそ行きますよ。おう。あれ、止まったぞ。なんだよもう、今ブチって言わなかったか。そう、腕の可動でどっか配線切れたんじゃねえか。あ、これだ、カプラーが抜けちまったんだよ、ほら。あ、どうしましょう。で、カプラーって何？このハーネスじゃ短すぎんだって。お前、電気屋までひとっ走りしてこれの長いの買ってこい。長いやつですね。50センチくらいのやつな。バンプ、このことメモっとけよ、後でレポート出すんだろ。あ、そうだった。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、来た。ロボット、もう一台用意しろ、もう一台。職人魂に火がついたわ。絶対俺の作ったロボットと戦わなきゃ気が済まねえ。だから試作品なんですって。もう何迷惑そうな言い方せんだてめえ。思いのほか手先は器用。変態戦士サンレッド、これは川崎で繰り広げられる善と悪の壮絶な戦いの物語である。おばあ、おばあ、おら、耳。そう、浮かしてたらレッドなんか倒せたのにな。ですよね。すいません、浮か前の大事な時期なのに急に入ってもらっちゃって。アントキラーさん、お腹壊しちゃって。しょうがないな、俺だって代わってもらうことあるし、お互い様だよ。大人っすね。石焼きビビンバと冷麺、あと叩ききゅうり梅肉へ。お待たせしました。あー、ねんちゃん、ねんちゃん、あ、冷麺こっち。石焼きビビンバ俺です。はい。セミンガさんはご飯もの頼まなくてよかったんですか？あ、俺たちがっつり夕食モードなんすけど。ああ、俺あの対決前にバナナ2本食べてきちゃってるから。はいはいはい。帰ったら朝煮たうどんの残りも食わなきゃならねえし。え、セミンガさん料理やるんですか？違う、あのアルミの鍋に入っててつゆ注いで煮るだけの鍋焼き。俺料理ほとんどしないからさ。ああ、あれうまいですよね。え、でもバナナ食べてるって言ってもうどんの残りだけで足ります？夜。いやー、ほら最後にほら、あの真空パックのご飯をうどんの残り汁に入れるわけよ。あー、俺もやりますそれ。はいはい、むしろうどんよりうまいっすよね。天かすの残りがいい仕事すんだよな。じゃあ俺は行くわ。はい、明日のミーティングよろしくっす。あー、反省会な。
ああ、ちゃんと行くって。じゃあな。くそ。浮かしていたらレッドなんか倒せたのにな。あれ？な、セインじゃ足りなくね？おい、ほら、そんなこと言うなよ。セミンガさんだぞ。え？ああ、そうだな。セミンガさんだもんな。そういやさ、セミンガさん、この業界20年だっけ？もうベテランだよな。この先どうすんだろうな、あの人。うかするするっつってもな、本当にすんのかな、うか。すいません、グレープフルーツジュース。はい。あれ、もう飲まないの？いや、これ以上飲んだらさ、すぐ眠っちゃいそうだからさ、今日は。ん？いやいや、俺明日デートなんだよ。気合入れて服見ねえとさ。え、マジで？何？お前あれからまだ彼女できねえの？そう、いいな。え、何？もっと奥声でいいな。全然聞こえないで。いいな、デートかよ。いや、聞こえてないんだよ。いや、もうデートかよ。ああ、そうかそうか。いや、マジめんどくせえになって。何が？あれ、この前ビムーズで買ったパーカー、あれ着てけばいいじゃん。ダメだって。明日のデート、彼女が高島屋のビムーズ行きたいって言ってんだよね。ああ、そりゃ着てくわけにはいかねえよな。どんだけフリークだっつーの。いや、ビムーズで買ったパーカー着てビムーズ行って、しかも根気者。まだ店に並んでるっつーの。あれ、今日何日だっけ？ん？23日。え、 23？ やべ、デート今日じゃん。戦いの後に安らかな日常がある。天体戦士サンレッド、これは神奈川県川崎市で繰り広げられる善と悪の戦いの物語である。もう一度蓋して、おいしさの予感に唇噛んで、そうわかるでしょ、鶏団子からも旨味が出てる。街は似た味は団子、鶏団子鍋食べよう。ほら、蓋を取れば幸せの香り、朝月を薬味に、ポン酢それともごまだれで、団子鶏団子鍋食べよう。締めにはうどん入れて、団子鶏団子鍋食べよう。つまり、うん、同じ猫科だからいい？あ、何が？ブルース、飛行機雲と河川敷、多摩川沿いを股にかけたストーリー、地球平和を守るためにまた今日も一人6畳まで腕立てストレッチ、また奴らが連中が今日もやってきた、連絡もなしに5分遅刻でやってきた、社会人の心へ教えてやるぜ、究極形態ファイアバード、君には腹を幸せをみんな切る。
サンレッド。なんか揚げ物の匂いしねえか。コロッケとかそういう匂いが。お前コロッケ持ってるんじゃねえだろうな。何を言うかと思えば、我々は今から命を懸けた対決をするのだぞ。コロッケなど持っているはずが。その盾の後ろに隠してんじゃねえのか。しつこい男よ、言いがかりはよせ。見ろ、前ではないか。ちょっとその盾貸してみろよ。あ、いや、その1,2,3 2。なんだこの2に入ってたのは。トカチコロッケです。トカチコロッケと串カツです。入ってたな。はい。3には何が入ってんだ。タオルと携帯と、あと湿布薬と絆創膏。1には。ああ、そこはハジトの鍵が。お前の盾はトートバッグか。ああ、宅配便です。かやこ。はい。何かしら、あ、野沢菜よ、きっと野沢菜。バンプさんが通販で頼むって言ってたから、ついでにうちでも注文してもらったの。うん、ご苦労様。違った、あんたによ。あ、俺。何これ。お、バトルスーツじゃん。クリーム色ね、イメチェン。これ俺のじゃねえよ、後輩の鳥取戦士サキューンのだよ。なんであんたのところに。あいつ新しいの作ったのか。ええ。ああ、間違えたんだろう、業者が。多分業者。あ、業者っていうか、なんていうか、ヒーローリストであいつ俺の次だからな。天体戦士と鳥取戦士。へ。名前の方もサンレッドとサキューンで、どっちもサだから紛らわしいんだよ。前も俺のブーツがあいつんとこ届いたことがあったしよ。あ、じゃあすぐ送ってあげなさいよ。ん、何よ。ちょっと着てみっかな。はぁ、やめなさいよ、人のものでしょ。あいつも俺も L だから着れるだろ。え、バトルスーツって SML 表示なの。ほら、ぴったり。っていうか軽っ。すっげえ動きやすいじゃん、あいつのバトルスーツ。砂の中でも動きやすくできてるとは言ってたけどよ。あいつ砂の戦士だからな。お、オーバーメットまで入ってるよ。お、若干緩いけどかぶれるわ。もう脱いだら新品なんでしょ。あ、いいこと思いついた。この格好でバンプからかいに行こう。うわ、デビルテンタクル。見事な破壊力だ、ゴタよ。次のサンレッド抹殺作戦、お前に託そう。ギューオーギャー。黒サイムの怪人ども。何、貴様何者。お前たちは俺が倒す。鳥取戦士サキューン参上。鳥取戦士サキューンは言わずと知れた鳥取の戦士である。砂の戦士である彼は大地の力を味方に悪を打つのだ。鳥取な、なぜ鳥取の戦士が神奈川に。そう、サキューンダウン。面白い、サンレッド抹殺の前の小手調べだ。やってしまえ、サキューンダメル。デビル天敵だ。やっべ、ヘルメットがずれた。ブラックドリーム。なんじゃこりゃ。おおお、よし、今だ。一気に畳みかけろ、ゴタ。やっべ、黙って借りてるのにすぐ現ねえと。え、なに、なに、逃げたのかな。さあ、調子づきやがって。でもよかったわ、今の洗剤がすげえのかあいつの炭がすごくねえのかわかんねえけど、汚れは完全に落ちたな。オッケーオッケー、アイロンかけたらわかんねえわかんねえ。おい、もし先んの野郎がなんか言ってきたらよ、お前も口裏合わせてくれよ。知らねえって。いやよ。え、正義の味方のくせに私に嘘つけっていうの。いや、あんた一人で処理してよね。私もし聞かれたら本当のこと喋るから。わかったよ。その代わりあいつの電話に出るなよ、絶対。いや、ほんと、レッドさんにも見せてあげたかったですよ、私たちの真の実力を。お前たちの真の実力なら嫌ってほど分かってるけどな。
サキュンはかなりの実力者でしたけど、私たちの敵ではありませんでしたよ。ね、あと一歩で確実に抹殺できましたよね。まあね。あ、もしかして最初のデビルテンタクルって当たってたんじゃないですかね。あ、俺もそれは思った。はいはい、だからブラックドリームも避けきれなかったんですよ。当たってねえっつーの。肩の骨でも砕けたんじゃね。ヘルメットがずれただけだよ。いやー、でもサキュンってよかったよね。ヒーローらしいヒーローで武器使ってくれたし、攻撃避けるのに派手なアクションだったし。私ああいう戦いを求めてたの。あれだよ、私たちってああいう戦いなら強いんだよ。そうですよね。なんせ逃げましたからね、ヒーローが。でもなんか勢いついた感じしません？ぶっちゃけ勝ち癖ついたかも。次のヘッドさんとの対決が楽しみになったね。覚悟してくださいよ、レッドさん。ただいま。あ、かよこさん。あら、バンプさんいらっしゃい。野沢菜持ってきたよ。え？別々に頼むと送料が倍かかるでしょ。だからうちにまとめて送ってもらったの。さすがバンプさん。この間の連休どっか行きました？うん、東京湾。東京湾すか。ん、あ、コタさん、あれあれ。お、おい、サキュンくん。なに、久しぶりじゃん、キュンキュン。何してんの？まだ帰ってなかったんだ、鳥取に。どうしたの、黙っちゃって。まずい連中に会っちゃったなってか。まだやられていなかった？なに、あれ、悔しくて帰れなかったの？わけわからんこと言うてるとタコ殴りにすんぞ、こら。何なんて言ったの今。タコにかけてタコ殴り、うまいこと言っちゃって。逃げたくせに。やれるもんならやってみろよ。あれしょ、タコ。悪いな、サキュン、わざわざ来てもらってよ。いえ、俺も久々にレッド先輩の顔が見たかったんで。ほら、これバトルスーツ。すんません、あの業者ほんといい加減っすよね。あ、そういや、さっき見た目も中身もタコな変な怪人が因縁つけてきやがったんですよ。ああ、たまにいるんだよ、身の程知らずなバカが。ほっとけほっとけ。適当に締めときましたけどね。大変っすね、あんなのまで相手しなきゃいけないなんて。まあ、いやかもな。アニョハセヨ、バンプ将軍のサット一品の時間だよ。今回紹介するのは韓国風卵かけご飯。普通の卵かけご飯とはまた違った風味でおすすめだよ。じゃあ早速材料の紹介。まずはご飯を茶碗一杯、それに生卵、あとはごま油、海苔、醤油、これだけ。それじゃあ早速お料理。まず温かいご飯のてっぺんにお箸でちょこっとへこみを作っておきます。こうしておくと卵をこぼさずに上手にのせられるよ。次にご飯にさっとごま油を垂らして、その上に小さくちぎった海苔を散らします。散らす海苔の量はお好みで。次に卵を黄身と白身に分けちゃいます。卵を手のひらの上で転がすようにすれば、ほら、綺麗に黄身だけ取り分けられるよ。レッツチャレンジ。ご飯に卵の黄身を乗せて、最後にさっと醤油をひと振りして、あっという間に出来上がり。韓国風卵かけご飯、よくかき混ぜて召し上がれ。醤油の代わりにすき焼きのタレを使っても味に深みが出て美味しいよ。ちょっと小腹が空いた時なんかに手軽に作れていいですね。残った卵の白身はインスタントのわかめスープにでも入れて食べちゃって、残しちゃもったいないからね。鶏のひき肉にみじん切りの長ネギ、酒と醤油と卵白と生姜汁、片栗粉入れてごま油を入れてよく混ぜ
ったら手の中で丸めて、さあ悪と油取りながら団子鍋で煮込むのさ。野菜入れて蓋して団子鶏団子鍋作ろう。ほら蓋を取れば幸せの香り、朝月を薬味に、ポン酢それともごまだれで団子鶏団子鍋食べよう。締めにはうどん入れて団子鶏団子鍋食べよう。外魔の野望。あ、うちのアパートペット禁止じゃん。股にかけたストーリー、地球の平和を守るためにまた今日も一人6畳まで腕立てストレッチ。また奴らが連中が今日もやってきた。連絡もなしに5分遅刻でやってきた。世界人の心へ教えてやるぜ、究極形態ファイアバード。本当のところは内気なヒーロー。 From me to you 近づきたいけど君は眩しい太陽。奴には拳を君には腹をし合わせよう。みんな切る年力を込めて今日はもう戦う。天体天体戦士サンレッド。怪人のくせに逃げんな、こら。ストレス解消。潰すぞ、こら。このまま二人で逃げてたら確実に捕まっちゃうよ。生き延びるために別々に逃げよう。ライオンに追われるインパラと同じ心理である。生きろ、ゲラス。キルラナンバー。あいつら二手に分かれやがった。一丁前に知恵なんか使っちゃって。アイブルー、お前そっち追え。捕まえたらさっきの公園で落ち合おうぜ。了解や。あら、バンプさん。お、こんにちは、森末さん。こんにちは、暑いですね。ねえ、ほんと暑い。オケラス君とナンバ君、大丈夫かな。あ、逃げやがった。おバンプ、てめえそこで正座して待ってろ。二人とも無事だといいけど。ああ、行き止まりじゃん。あ、あ、なるほどね、オケラだもんね。あ、お前は水中、俺は夢中、そして彼女は逃走中。おい、こら、こら、なあ、うん、ばあ。やめて。何逃げてんだ、てめえ、こら。やめてください、落ちるじゃない。ほら、いいから降りてこいよ。だってそんなやる気満々で来られたら引きますよ、気持ち的に。もっと優しくしてください。優しいだろ、俺は。いいから降りてこい。ボコボコにしないって約束してくれるなら降りていきます。それは無理な相談だな。ボコボコにするために降りてこいって言ってんだからよ。ちっとも優しくないじゃないですか。なんだと、こら、お前。優しいだろ、俺は。優しいよな。優しいです。どうしても降りてこねえんだな。じゃあ仕方ねえな。え、これも正義のためだ。あ、ちょまさか母さん。
死ぬかバートとは肩打った信じらんないこの人正義の味方のくせに見たか見た太陽の戦士ウェザーレッドの炎の力をよ雨の戦士ウェザーブルーの水の能力をってライター使っただけじゃないですか水道水使っただけじゃないですかそうそうそういえばあったねそんなことがでその後確か対決し直してボッコボコにされてほんとあの時は生きた心地がしなかったよひどい話だなでこれがその後で撮った写真押し入れを片付けてたら出てきたの俺この時尾てい骨折られたんだよね俺も右手上げてるけど実は左肩は全然上がらなかったんだよねブルーがいたってことはレッドがまだウェザー3だった頃ですかあれこの時1号もいなかったっけあの頃は先代の1号だったからね僕2代目なんですよあの時はウェザーイエローが休みだったから2対2でいい勝負かと思ったんだけど半端なかったよなあの2人懐かしいなあの頃に比べたらレッドさんも丸くなったよねでもなんであの時レッドとブルーあんなに切れてたんだっけあれなんでだっけあああの時はねこれから対決って時に私がくしゃみしたからあはいはいそうでしたそうでした緊張感にかけるって言ってくれたんだっけしょうがないじゃんね生理現象なんだからバンプ様らしいな天体戦士サンレッドこれは神奈川県川崎市で繰り広げられる善と悪の壮絶な戦いの物語であるあ秋葉原かつて日本最大の電気街と呼ばれたこの街は新たな姿へと華麗に変貌を遂げたこのような光景も今や何気ない日常の一コマであるお願いします最近なかなかお客さん捕まらないねまあさすがにいい加減ブームも過ぎちゃった感じだよねこのバイトもそろそろ潮時かなあ、ねえあの人に声かけてみないだよでもコスプレしてるからきっとオタクよお願いしますんチラシかなんだ君たちは私たちはメイド喫茶萌えカフェでお伝えしてるんですよかったらお休みになっていきませんか萌えカフェそれはつまり喫茶店の名称なのかはいそうか私は今洗濯機の購入について電気店との交渉で話し疲れていてな喫茶店で休憩するのも一つの知恵ヘンゲル将軍彼は世界征服を企むプロシャイム西東京支部を牛耳る IQ150 の知将であるよかろうありがとうございますご主人様ではご案内いたしますご主人様ご主人様お帰りなさいませご主人様うん世話になるお飲み物は何なさいますかご主人様さっきから気になっていたんだが私を誰かと間違えておるのか私は身内の者から将軍と呼ばれはするがご主人様とは言われておらんこの場合ご主人様ではなくお客様とお飲み物は何なさいますかご主人様まあいい私の目的は喉を潤すことであって君たちの言葉遣いを指導することではないのだからなではアイスコーヒーをいささか空腹でもあるなんこの愛情たっぷりオムライスというのは愛情たっぷりで作るオムライスでございますご主人様愚問だったなではそれをもらおう今日はモイモイキャンペーンでオムライスにケチャップ文字を書くサービスが無料になっていますが何とか消しますかご主人様ケチャップ文字では世界征服とお待たせしましたご主人様愛情たっぷりオムライスケチャップ文字サービス付きですこうしてヘンゲル将軍はモイカフェのさまざまなサービスを堪能することとなったのだ頑張ってくださいね、ご主人様。
お疲れみたいですね。なん、特にハサミ側の方は凝っておってな。今後他の電化製品を買うようなニュアンスで交渉したものの、それ以上の値引きは頑として受け付けなかったのだ。あの店員は。じゃ、萌え萌えじゃんけんいくよ。よし、次こそ絶対勝つぞ。萌え萌えじゃんけんは勝ち抜きじゃんけんで、優勝するとメイドと記念写真が撮れるサービスです、ご主人様。いや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 、写真はまずい。顔を露出することは歓迎すべきではないのでな。じゃあ行くよ。じゃんけんぽん。と言葉遣いは感心せぬが、サービスの行き届いた喫茶店だったわ。はあ、おお、そうだ、萌えカフェクラブに入会しておいた。今度お前も連れて行ってやろう。帰ってきてご主人様。行ってらっしゃいませご主人様。秋葉原メイド喫茶萌えカフェ勤務、自称永遠の17歳。おいおい、だからともみは今のお仕事を続けるのか悩んでるのです。にゃんにゃん。悩む余裕があるだけ幸せだな。運命なんてな、コインの裏表みたいなもんだ。こいつで決めてみるか。俺が勝った。にゃーん、ともみはこっちがいいです。萌え萌えじゃんけん。待て、俺は。じゃんけんぽん。にゃーん、ともみの勝ち。俺はグーしか出せないんだよ。レイさんからともみにシャンパンタワーおごりです。せーの、おかえりなさいませ。ご主人様、ワンワン。ほら、どんどん食べて。ん？もしかして君、肉嫌いだったの？鶏のひき肉にみじん切りの長ネギ、酒と醤油と卵白と生姜汁、片栗粉入れて、ごま油を入れて、よく混ぜたら手の中で丸めて、さあ悪と油取りながら団子鍋で煮込むのさ。野菜入れて蓋して、団子鶏団子鍋作ろう。ほら蓋を取れば幸せの香り、朝月を薬味に、ポン酢それともごまだれで、団子鶏団子鍋食べよう。締めにはうどん入れて、団子鶏団子鍋食べよう。それいけ、アニマルサウンジャー。穴掘り、うんせうんせうんせ。アニマルソルジャーはレッド抹殺の後に埋める穴を掘っているのだ。うんせうんせうんせ。僕たちが穴掘ってたら時間かかっちゃうね。何やってるの、ウサちゃん。え、あ、かよこさん。レッド。レッドの墓を掘ってるんです。ダメ、ドロンコになったら汚れが落ちないでしょ。あんた。なんで俺が自分の墓を掘らなきゃなんねんだよ。河川敷
沿いをまたにかけたストーリー、地球の平和を守るためにまた今日も一人六畳まで腕立てストレッチ、また奴らが連中が今日もやってきた、連絡もなしに5分遅刻でやってきた、世界人の心へ教えてやるぜ、究極形態ファイアバード、本当のところは内気なヒーロー From me to you、 近づきたいけど君は眩しい太陽、奴には拳を君には穴を、幸せをみんな切る通し、力を込めて今日も戦う天体天体戦士サンレッド、フライケンアニマルソルジャー選択、なんだよ、まだいたのかよ。午前半休だって言ったでしょ、ゆうべ。ああ。ねえねえ、それよりこれ見て。ん？ここ、ここの記事。ああ、なんか言ってたわ、あいつら。取材受けるとかなんとかって。すごいわよね。さすがバンプさんとこの怪人よね。人食いザメが人助けだって、なんかある意味今流行りのツンデレみたいね。どうしたの？いや、俺の聞いた話とちょっと違うぞこれ。え？俺が聞いたのはよ、あ、人命救助？そうなんですよ、溺れている子供を彼が助けたんですよ。やってれる、そりゃお手柄じゃねえか。私も鼻が高くって、あの日は天気が良かったんで多摩川でみんなでお弁当を食べてたんです。で、泳ぐんですか？泳いじゃうよ。川見たら無性に泳ぎたくなりまして、ほら僕サメ怪人じゃないですか、サガっていうかかなりのサメ肌ですし。サメ肌関係ねえだろ。いやでもやっぱたまに水に入らないと感覚が鈍るんですよ。お風呂もありっちゃありなんですけど、やっぱ広いとこで泳ぐと野生の感が蘇るっていうか。あ、知ってます、水族館のシャチってなぜか背びれが、いいから先続けろ。でジャブジャブ泳いでたらなんか対岸が騒がしいんですよ。何かなって思ったら、やっときちゃダメだ、流れが速すぎる。ガリューで子供が溺れかかってて、で、助けてやったと。ええ、そりゃもう親御さんたちに感謝されまして。もういいですよって言ってるのにね。ところでよ。はい。お前ら確か悪の組織だったよな。ええ、それが何か。いや、別に。じゃあこの必殺技の特訓中に子供の叫び声が聞こえて夢中で飛び込みましたっていうのは、嘘嘘、おお嘘。なんだ、ちょっとカッコつけちゃったのね。たくよ、変に見え張るとこがあいつららしいわ。まあいきさつはどうあれ、人命を助けたってことに変わりはないわけよね。まあそりゃそうだけどよ、たく悪の組織のくせによ。あの場にいれば誰でも同じことをしたと思います。私が特別というわけではないと思います。だって特別だ、サメじゃねえか。謙虚よね、悪の組織なのに。近々市長と面会するんだって、すごいわよね、悪の組織なのに。お前は何か言いてんだ。別に、ただ立場的に人助けをしなきゃならない人が他にいるんじゃないかなと思ったり思わなかったり。俺だってその場にいりゃ子供を助けてたよ。うちでゴロゴロしてたらそういう場面にも出くわさないわよね。ったく、ふざけやがって CR 江戸の花嫁つ。あしゃあねえ、ちょっと金下ろすか。なんでだよ、金入ってねえじゃん。早くしろこのチャラを。
あっちの方が早いんじゃねえか。ちょ、ママ、仕送り入ってねえじゃん。今日合コンなのにさ。おい、動くんじゃねえ。妙な真似すんじゃねえぞ。金を袋に詰めろ。え、な、嘘。早くしろ。マジ、銀行強盗。うわ、本物初めて見た。警察に通報すんじゃねえぞ。やべ、テレビドラマと同じこと言ってるよ。立場的に人助けをしなきゃいけない人がいるんじゃないかな。そうだ、ここで俺が銀行強盗を倒せばバンプたちよりもインパクトあるぜ。よっしゃ、ほら、お前ら一箇所に集まれ。おい、そこの赤いのもこっち来い。はいはい。金はまだか。すぐに。まだ早いよな。やっぱ奴が金を持ち去るときに行く手を阻んで。待ちな。なんだお前は。スーパーナックラー。ギャー。そこで一言。パチンコ屋にはいい日だったが、俺とお前にはアンラッキーデーだったな。かっこいい。決まったよこれ。詰めました。よし。おいお前、私、警察に通報したらこの女がどうなるか分かってんだろうな。いいな。あいつ人質取りやがった。こりゃしのごの言ってらんねえな。おい、おい、あ、しおりちゃんを離せ。え、ケンジ君。お前近づくな。それ以上近づいたら。おい、危ねえぞ。お城は引っ込んだ。うわ、バカ。もう大丈夫だよ、しおりちゃん。いや、お手柄でしたね。いや、しおりちゃんを助けた一心でもうスーパータックルを決めました。え、ゲンジ君はラグビー部でしおりさんはマネージャーなの。あ、はい。どうしよう、私たちが付き合ってることは大学のみんなには内緒なんですよ。ああ、参ったな、そこまで考えてなかった。だからあれは俺のおかげなんだって。俺があそこで包丁を弾き飛ばさなかったらおめえ、あのバカ今頃生きてたかどうかもわかんねえんだぞ。つまり決め台詞を考えてるうちに惜しいとこを全部その子に持ってかれちゃったってこと。決め台詞ですか。決め台詞とかじゃねえよ。こう、正義の味方には段取り、心の準備ってものがあってたな。いや、だから俺がパチンコ玉をビシッとこう当ててやんなかったら本当に危なかったんだって。あれは俺が助けたも同然なんだって。レッドさんって正義の味方なんですよね。さあ、どうだったかしら。つうか、人の話を聞いてんのかお前ら。無理な笑顔だって笑顔よ。笑顔よ。辛い時こそ、辛い時こそ微笑みを絶やさないようにしたいわよね。できるかしらね。いいこと言うな。俺たち顔見えないけどね。ああ、このエビって揚げ具合が絶妙。うちじゃ絶対できない。わかるか、中がかすかにレアゆえ火の通っている身の旨味と生の甘みが共存しているのだ。衣もサクサク。コンマ単位で見極めを要する職人の技術だ。足りねえよ。この技一朝一夕でできるものではない。世界征服と同じですよね。そうじゃ。私はこの天ぷらを味わうたびに日々の精進の大切さを己に言い聞かせているのだ。バンプ将軍とヘンゲル将軍、タイプの違う彼らだが、それゆえにその中はすこぶる良好なのだ。サンレッドにもいい加減4年に一度くらいは内なる衝動を抑えられない時があるのだ。何をうう言っちゃって。やらしい。そんなんじゃねえよ。はい、この社員も川崎支部です。あ、俺だけどよ。バンプ出せよ。はロマンスカーで温泉に行ってる。じゃあ、あれだ、あれ、お前でいいわ。すぐに怪人に連絡取れよ。対決だ、対決。一匹くらいじゃダメだかんな。都合のつく怪人全員呼べ。じゃねえと、アジト壊滅させっぞ。おい、バトルスーツは。何？
今日はやる気じゃない。来たか怪人ども。ゲット容赦しないよ。今日がお前の命日だよ。負けませんよ。レッドコロッチュ。やっぱいいわ。待って、レッド逃げるの。ああよかった。コロッチュ。ああなんだろこの敗北感。酒と醤油と卵白と生姜汁、片栗粉入れてごま油を入れてよく混ぜたら手の中で丸めて、さあ悪と油取りながら団子鍋で煮込むのさ。野菜入れて蓋して団子鶏団子鍋作ろう。ほら蓋を取れば幸せの香り、朝月を薬味にポン酢それともごまだれで団子鶏団子鍋食べよう。締めにはうどん入れて、タンの鶏団子鍋食べよう。